ネズミありがとうございます。お疲れギフトありがとうございます。今日はね、一日中リハだったんですけど、めっちゃ疲れた。めちゃめちゃ疲れました。なんだかすごく。こんばんは。こまさんありがとうございます。15日と27日公演、あ、そうなんですよ。15日と27日すっごく決まりました。はあ、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。泉ありがとうございます。ここ行きたいです。嬉しい、ありがとうございます。来てください。30日まで公演の情報出たけど卒業公演なかったね。でしょでしょね、そういうことです。言ったと思うけど、みんなでもひなの、ね、言葉で分かっててくれたかなと思うので、こんばんは。やばい、もう20日だよ。やばくない？やばくないですか？なんか焦ってるわけでもないけど、なんか別に何かをしなきゃいけないわけでもないけど、なんか気持ちが焦ってる。そう、どうしようどうしようってなってる。こんばんは。そうで、あと10日ぐらいで卒業。やば。リバイバル配信はどんな理由で選んだの？とりあえず初期の私は見せたくないっていう気持ちで。すいません。もし楽しみにしてくださっていた方いたら本当に申し訳ないんですけど。私にとって初期の自分が黒歴史すぎて、みんなに見せてあげたいっていう気持ちもあったけど、申し訳ないんですけど選ばせていただきませんでした。まあ普通にわかるでしょ。わかるでしょって言ったらあれだけど、ずっと私は初期の見られたくないって言ってるから、みんなわかってたと思うけど、本当に申し訳ないです。
とはくるくるパーをなんかなぜかもう一回見たくて楽しかったなって思って、だからくるくるパー選んだ。そう、でもあれって約1年前じゃないか、待って、もう2年前か。いや2年前だわ、あのくるくるパー2年前だから、そう、この2年でもなんかまた自分変わったなと思って、初期の私は見せたくないって思って、まあ、2年ぐらい前ならギリいいかと思って選んだけど、想像以上によあの顔が嫌で選ばなければよかったってちょっと思ったけど、まあくるくるくるパー楽しかったからそう、サイリウムありがとうございます。こんばんは。そう、そんな感じです。はあ、お腹すいた。わかる、リバイバル配信、リバイバル配信も自分やる日が来るんだと思って、ひなもそれで卒業実感したやばーと思って、私卒業生って思ってそう、今何分ですか、今何分ですかね、52分、 OK、 ありがとう。いやでもひな本当にさ、どうしよう、助けてなんか卒業どうしよう、なんかめっちゃなんかやっぱり卒業じゃん、それでさ、そんな最後の大事な日にさ、めちゃめちゃブスだったらどうしようとかさ、DMM 祭り悪かったらどうしよう、やっぱり一番今までで綺麗だった私をさ、ファンの方にさ、よく言うじゃないですか、卒業生って綺麗になるみたいな、なんていうの、卒業発表して卒業する時がアイドルって一番綺麗みたいな、よくさ聞くじゃないですか。そうなりたいの自分も、でも私絶対なれない、だってひな絶対さ泣いちゃうからさ、泣いたらめっちゃ顔ブスになってさ、もうさ、綺麗な自分で卒業したいのにさ、もうそれがすごく心配一番可愛い綺麗な自分をファンの方に見てもらって卒業したい。やだな、めちゃめちゃブスに映ったらやだなやばい、充電なくなった、どうしよう、今の数秒でさ15分いかなかったらどうしようぶちゃ顔で止まった、そういうの言わないでほしいな
そういうの言わないといてもらっていいですか。やみます。確かにブスなのは否定できないが。どうしよう、15分経たなかったらこれで。でも可愛い、優しい、優しい、ありがとう。思ってたよ、ひなもブスだなって。こんなとこにでっかいニキビもできたし。いつも可愛い、ありがとう。優しい、優しい。あ、もう57分、あっという間、ごめんね。はい、じゃあランキング読みます。13位、マス先生さん、ありがとうございます。12位、コバさん、ありがとうございます。11位、ゆずきちさん、ありがとうございます。10位、ましおさん、ありがとうございます。9位、うっちーさん、ありがとうございます。8位、ジャビさん、ありがとうございます。7位、ゆうとさん、あごめんなさい、変わっちゃいました、もう一回。13位、コバさん、ありがとうございます。12位、ゆずきちさん、ありがとうございます。11位、ましおさん、ありがとうございます。10位、ゆうとさん、ありがとうございます。9位、ジョビさん、ありがとうございます。8位、ティンバレラさん、ありがとうございます。7位、ウッチーさん、ありがとうございます。6位、ニャートルさん、ありがとうございます。5位、 ARK さん、ありがとうございます。4位、かねちゃんさん、ありがとうございます。3位、わーくんさん、ありがとうございます。2位、やっきーさん、ありがとうございます。1位、アンジュさん、ありがとうございます。今日は自然に切れるまで配信します。自然に切れるまで、きっと大丈夫なはず。だって充電切れて戻ってくるの意外と早かったよね。充電さ、充電切れるとさ、だいたいさ、あ、来た、大好き大好き、よかった、これで一安心。ありがとうございます、皆さん今日も遅くまで本当にありがとね。良い夢を、良い夢を見てください。みんな今日めっちゃ怖い夢見てさ、なんかお化け系とかじゃなくて、なんか物理的に怖い夢見たのよ。もう絶対現実で起こってほしくない夢。そう、本当に怖かった。もう泣きながら起きたもん。現実にならないでって思った。はい、ということで本当に怖かった。おやすみなさい、皆さん。今何分か分かんないけど、そろそろ切れるかな。おやすみ、バイバーイ。